こんにちは、今日は3月3日、ひな祭りの日です。それにちなんで今日は、お菓子作りをしてみようかなって思います。お菓子作りっていうととっても難しそうですけども、今は簡単に、チョコレートケーキとかそういうのを作れる、時代なので、これを使って、チョコレートケーキを、作ってみようと思います。使用するものはこれと、卵が1つ、それと、牛乳、それとサラダオイル、これだけで、チョコレートケーキができると、いうことですので、ちょっとやってみたいと思います。はい、セットの中身は、この型、これもセットになってます。でそれと、チョコレートケーキの生地の素、それと、上にかけるチョコレートの溶かして使う素、これが入ってます。でこれは今、固まってますので、湯煎して、柔らかくしておきます。計量スプーンがないので、この電源で、測ります。だいたいこれだと軽く2杯ぐらい、これでだいたい大さじ、3杯分ぐらいの分量になります。卵と油を、混ぜ合わせます。で、混ぜ終わりましたら今度は、牛乳を 80cc 入れます。最後にこちらの、チョコレートケーキミックスを入れます。でこれを、混ぜていきます。ひたすら混ぜます。3分間しっかり、混ぜろって書いてあります。混ぜ終わりましたら、こうやって中の、入った空気を抜いていきます。はい、エアを抜き終わりましたら、これを5分ぐらい冷蔵庫に入れて、少し寝かせておきます。では5分経ったので、冷蔵庫から出して、レンジで焼いていきたいと思います。600ワットで5分間だそうです。はい、あとは5分間待つ、だけで。できました。見事に膨らんでます。これを早速、すぐ容器から出します。
はい、粗熱が取れましたので、これから、チョコレートをコーティングしていきます。よまあいいかな。じゃあこれを今度は、冷蔵庫に入れて、30分ほどコーティングを固まらせて、それで完成になります。はい、あれから1時間ぐらい経ちましたので、開けてみたいと思います。はい、完成。簡単、チョコレートケーキでした。はい、じゃあ早速試食してみたいと思います。どうかな。チョコレートのコーティングと、スポンジケーキの、合わさってるところはそこそこ美味しいんですけど、このスポンジケーキだけだとちょっとかな。ちょっと、やっぱりちょっともう一つ、もう一手間かけて、やっぱこうデコレーションするときに半分に切って中にちょっと、クリームでもサンドするなり、ジャムでもサンドするなりっていうことをちょっとしないと、ちょっと味気ないかもしれませんね。まあ大変簡単にできるんで、まあおすすめかもしれません。はい。でも結構美味しいです。超有名お菓子メーカーの、製品なので、チョコレート自体はすごく美味しいです。超簡単で出来上がりますので、試してみてください。それではまた。